今回はエゴイストアワード結果発表に対する読者の反応集を紹介します。結果発表された、リンちゃんさんすごいな。かなり長い期間本誌出てないのに1くらいなのはさすがリンちゃんだね。てかバチラが3くらいなのがかなり意外だった。これで2回連続かやばいな。今回は1人1票で投票期間も短かったからこのくらいの票数か。前の人気投票だと1位と2位変わらず3位なぎだったからバチラが上がったな。バチラハアニメ効果でかそうだよな。この3人好きだから嬉しい。リンちゃん買い下げが1位かなと思ってたけどやっぱりこの2人強いな。リンちゃん本誌だと1年ぐらい出てないのに、リンちゃんセンターで1番違和感ない3人組来たな。全然本誌に出てこないのにリン1くらいかよ。もはやブルロの人気投票派リンの独壇場だな。褒めてるぞ。右翼の1の黒髪クールキャラ派人気が出ると相場が決まってるからな。アニメ勢の片派ネタバレ注意です。クールキャラ、そうかな。そうかも。相棒組の潔バチラとリンちゃん強えな。リン、潔、バチラ、レオ、ちぎり、なぎ、さえ、ひよりヒヨリン。アニメもあるのにちぎりよりレオが上だったの驚いた。ちょうどカルマとかやってた時期だっけ。確か1月の終わりくらいだった気がする。ちょうどアディショナルがレオメインとかぶってなかったっけ。やばい、世間がリンちゃんの魅力に気づき始めたぞ。地下アイドル時代からの推しがメディアで活躍しだしたような。なんなんだこの感じ。派リンちゃん派顔出し程度の活躍しかしてない。第1回の人気投票から6位に入っちゃうようなキャラだぞ。お前が推してた地下アイドル派最初から橋本玉希奈だったんだ。橋本玉希奈なリンちゃんくさ。例えが秀逸だわ。順位これって1人1票だったやつ。不正ポチできないやつ。リンちゃんと潔バチラトレオちぎり挟んでなぎか。ありがとう。なぎが意外と低くてびっくりした。兄ちゃなない。ブルーロックメンバーでもないのにすげえな。レオに入れたけど、いやーやっぱり3トップ強い。まあぶっちゃけみんな好きだから誰が1位でも納得だったけど、レオ派エピなぎ効果かもしれない。なぎ派好きだけどエゴイストだと思う人を投票しろと言われると何か違うってなる。レオ上がってきたの意外だな。個人的にレオがかっこいい部分ってアニメ外の部分だし、なぎ下がったの意外だった。下がったんじゃなくて他上がったかと。エゴイストって言われると本人のエゴすらよくわからんじゃんってなるの。ハール、なぎ。これ人気投票なの？エゴイストだと思うやつに投票するの？触れ込み派エゴイストだと思うキャラに投票だけど、まあ好きなキャラに入れるだろ。エゴイストって言葉でぼかしてるだけの実質人気投票だよ。むしろこの文言でよくなぎに票入った生であるわ。エゴイストと思って潔に入れた後に人気投票って気づいたわ。まあエゴイストって文言から潔に入れたパターン派多そうではある。それにしても潔派リンに続いて人気なんだと思うよ。人気投票だと思わなかったけど普通にリンに入れたわ。兄貴に精神フルボッコにされてもサッカーやめずにむしろ超えてやるって挑み続けるところにやつのエゴを感じたね。ヒヨリンが8位な時点でエゴイストじゃなくて人気投票だとわかる。現時点だとこのくらいなのか。投票終わった後のエピナギのナギ派めちゃくちゃエゴイストでびっくりしたよ。てか2位のイサギと3位のバチラで約9000票もさあるのにびっくり。リンちゃんとイサギって結構ぶっちぎりで人気なんだな。主人公とライバルが人気ってなんかいいね。スポーツ漫画としてアニマンのせいでネタキャラと錯覚しそうになるけど一般社会ではちゃんと人気なんだ。よかったねリンちゃん。ブルーロックの中で唯一夢女子100に選ばれた男だ。ネタ人気だけじゃなくてガチ人気もあるのはわかってた。見てる分には面白いけど実際付き合うのは遠慮案件ではリンちゃん。リンちゃん好きだけど夢100に選ばれたのは永遠の謎。兄ちゃんとサッカーのことしか興味ない男とかどう考えても地雷だろ。下手したら潔バチラの相棒コンビが仲良さげなずとぼっちのリンちゃんを出しされるのかくさ。こういう感じってことですか。完全にこれやん。リンちゃんがガン虫を貫き通そうとするけど延々とバチラと潔にちょっかい出され続けてキレる様は思い浮かぶ。皆様の推しキャラの順位派いかがでしたでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。